なんか熊谷にはここが近道らしいんだが、大丈夫か？なんか敵が出てきますって感じするね。その通り。ふふ。ほらね、敵出てこないじゃん。助かったんだぜ。じゃあ進んでいくか。ちょっと、私は敵ですよ。なんで無視するんですか？キメイマル、お前気づいてるか？いつもグールの手先が出てきた時に鳴っている BGM が鳴っていないことに。あ。そう、お前はもうグールの一員じゃないんだ。捨てられたんだ。そんな、まさか。どんまい、よし、じゃあ行こうか。ちょっと待ってください。ここで霊夢とマリサを倒せばグール様の仲間に戻れるはずです。そうだ、そうに違いない。そうと決まったら、勝負じゃー。めんどくさ。もう少しやる気出して。よし、じゃあキメイマルを切り刻みましょうか。てか優しいかよ、難しいやれよ。実況を撮ったことがある方ならわかると思うのですが、PC で撮影する場合、かなりのラグが生じまして、そのラグがこのゲームだと特に鬼畜になるんです。確かびっくりマークが出てきた途端に押すんだよな。てか14秒って押せえな。正直マークが出てきてから押したら間に合わないので、出る前に勝負に出て押してます。ふぅ、ここまではなんとかなったね。だが15秒、これはメタナイトで積むんだぜ。言い訳になりますが、撮影外だと9秒出せました。さあ集中します。今も危なかったな。だが縛りプレイとしては面白いんだぜ。まあキメイマル相手ならこのぐらいのハンデあっていいでしょ。デデデカ、ここから一気に強くなるはずなんだぜ。うおっと危ない危ない。16で引き分け、ということは16以下を出さないといけないということか。少し勝負に出てみたいと思います。そ、本当にラグがすごいからな。しかしもうお手つきできないんだぜ。見てろよ、このたらこ唇ちょんまげ太郎。今びっくりマークが出る前に押してみたんだが、これでも14か。さあいよいよ鬼門、メタナイト。これはびっくりが出る前に押すのは確実だな。あ。やったー。霊夢たちに勝ったー。どうだ霊夢、マリサ、これでグール様に喜んでもらえる。はぁ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 。悔しすぎて声も出ないか？ふふふ、これでこのグールシリーズも終わりですね。さあ、明日からはポケモンオーラスの男たちの集いの新シリーズが始まりますよー。あれ？何か話していただけるとありがた。え？よし、これで無事突破だね。跡形もなく消し飛んだな。ゲームで負けようが問題ありません。ゲームで負けたのなら、リアルでそいつをやっちゃえばいいんです。お前今完全にグール。いや、アリス寄りの性格になってるぞ。そんなことありません。私は 100% ピュア成分でできてます。バファリンの半分は霊夢でできてますよ。お前今からバファリンの会社に土下座で謝罪してこい。丁重にお断りします。うぜえ。まあいい、じゃあ城に向かっていくんだぜ。てか本当にここが近道なのか？わかんないけど、森の熊次郎を信じるしかないでしょ。そんな名前じゃねえだろ。よし、じゃあ進んでいくんだぜ。あいあいさっさっさー。ここまでのご視聴、ありがとうございました。本編の方はお楽しみいただけましたでしょうか？もしお楽しみいただけたのでしたらこちらのチャンネル登録ボタンを押していただければ嬉しいです。スマートフォン、タブレットの方はこの動画の下にあるこのボタンをクリックしていただければ登録できます。それと、このシリーズをもっと見たいという方は、概要欄に前回の動画と再生リストを載せておきますので、よければ見てください。それでは次回もご視聴のほど、よろしくお願いいたします。それでは最後のおまけコーナー、霊夢の一言でお別れしましょう。ではどうぞ。久しぶりに言います。ゴリ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